こんにちは、阪急道場弓矢さんです。今日は神田岩本町から万世ビルまで歩いてみたいと思います。皆様、秋葉原にある肉の万世は行かれたことありますか？最近秋葉原のシンボルとして親しまれてきましたこの万世ビルが閉店するということが話題になりました。私も焼肉や洋食を食べに行きましたので、閉店するのは寂しいですね。最後の見納めではないですが、行ってみたいと思います。ということで、肉の万世までやってまいりました。赤い提灯が万世って感じがしますね。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。